フィデル・ラモスは、フィリピンの政治家、軍人、第十二代大統領、通称 FVR。2011年8月3日、日本経済新聞社会長、杉田良武氏、元内閣総理大臣、福田康夫、日本中殺フィリピン特命全権大使、マニュエル・ロペスト・パンガシ南州林河園に生まれる。父のナルシソは、国会議員、外務省だった。 1946年、ラモスはアメリカのウェストポイント陸軍士官学校に国費留学した。1950年、士官学校を卒業し、同年、イリノイ州立大学で工学の学士号を取得した。1952年、朝鮮戦争に従軍。1966年から1968年まで、在ベトナムフィリピン軍民事担当参謀長。 1972年、国家警察軍司令官として、フェルディナンド・マルコス大統領が布告した非常、事態体,体制を保障した。1986年、国軍参謀次長であった際、フアン・ポンセン・リレ国防省と共に、マルコス大統領の独裁に反対して決起し、エドサ革命で政権崩壊に貢献した。その後、国軍参謀総長として、 コラソンア秋の大統領を支え、クーデター未遂が相次いだ困難な時局を乗り切った。1988年1月、国防省に任命。秋の大統領により後継者に指名され、1992年6月30日、大統領に当選。なお、フィリピンの歴史上唯一のプロテスタントの大統領である。大統領在任時。 国営企業の民営化と外資の誘致に力を注ぎ、国内の需要に必要な発電所を建設した。ラモスの経済政策は国民の支持を得、1995年の議会選挙では多数派を占めることができた。2期目の出馬を否定して、1998年に退任した。ありがとうございます。